竜類アザラシです。アザラシってニャンと猫の仲間らしいけど、そんなん信じられへん。4本の足をヒレに変えたからヒレ足類って言うんやって。この手がヒレになるって。用意するものは90センチの水引き5本、刺し目2個、マッカーヤーバンダ、メンチハサミです。よろしくお願いします。こんにちは。早速始めましょう。90センチの水引きを4本用意します。2本ずつで、真ん中に四つ手のアワビ結びを作ります。手の長さを、あまりたくさん出ますので、そこまできっちり一緒にしなくてもいいのですが、だいたい同じぐらいにしておきます。アワビの大きさは 1.5 センチくらいです。そして これとこれでアワビ結びをします。このアワビの大きさはだいたい 1.2 センチくらいです。対面も同じように、これとこれを四つ手のアワビ結びします。この横の方はアワビの大きさだいたい1センチくらいです。対面も同じように四つ手のアワビ結びです。そしてこの次の2段目ですけれども、ここはアワビの大きさ 1.1 センチくらいです。
今2段編めました。でこちらが顔の方になりまして、どちらかをお腹側、そしてその反対を背中側で、ずっと尻尾に向かって編んでいきます。全部で8段編めました。さっき2段目までご説明しましたので、あとの3段目から5段目はアワビの大きさ 1.2 から 1.3 センチくらいです。そして6段目が 1.1 センチくらい、7段目が1センチくらい、そして8段目はもう一番小さくて 0.8 とか 0.9 ミリぐらいになります。90センチ1本の水引きを4等分して2本で切れ足をつけます。この左側からつけます。横の段の一番下とその上のアワビ結びのそれぞれ、こちら側がお腹になります。こちら側背中です。お腹側のこことそしてここに水引きを通します。まず ここに通します。そしてアワビ結びをします。左側は逆アワビ結びになりますので、左側の水引きを前に交差します。そして今左側に出ている水引きを外側から一番下のアワビ結びに通します。そして先を後ろに持っていって最初に作ったこの輪の後ろに ずらせて輪を作って、ひらがなの目のような形に合わせます。そして今左側に出ている水引きを隣の水引きの後ろを通して、そして、輪の中の3つの窓に前から入って後ろを通って前を通って後ろから引き出します。そしてだんだん小さくしてアワビ結びの形を
整えていきます。そして右側の方をつけますので、さっきと同じように横のこことここに通していきます。下から2番目に通します。そして右側の水引きを前に交差させます。こちらは逆アワビではなく、いつもやっている普通のアワビ結びをします。で、本来はこの左側に出ている水引きで、その前にもう一つ輪を作って、目の字にするのですが、こちら側に通さないといけないので、今右側に出ている水引きを外側から通します。そして、右側の水引きを通しましたので、前に持っていくのではなく、後ろに持っていって平仮名の目の字を作ります。そして右側の長い方の水引きを隣の水引きの後ろを通って、そしてで、輪の中の3つの窓に前から入って後ろを通って前を通って後ろから引き出します。はい、形を整えます。
2箇所に通してますので、通しただけでも安定しています。で、今右側をつけるときに左右を通すの左手で通しました。それがちょっとやりづらいわっておっしゃる方は、このアザラシちゃんを反対に向けていただくと右手で通せますので、そちらでもいいと思います。そして、ちょっとヒレらしくなるようにして左右整えられたら、余った部分を切り落とします。尻尾は後ろのヒレの間にちょこんとあるらしいですので、こっち今お腹側ですね、その内側と内側一本ずつで四つ手のあわび結びを結んでおきます。これはもう表からは見えません。で、先もあんまりギリギリだとほどけてくると困りますから、ちょっと残して切り落とします。そして、残りの3本と3本でヒレ足をあわび結びで作ります。四つ手のあわび結びをします。そして、外側の隅を尖らせます。はい、余った部分を切り落とします。ちょうどに合わせて切ってもいいとは思いますが、少し残しておいた方がちょっと元気がある感じが
出せるかなと思います。最後に目をつけます。いろんな刺し目があると思いますが、あまり刺す部分が長いと透けて見えてしまいますので、ハサミで短くします。よいしょ。つけるところは1段目2段目のあわび結びの真ん中がいいかなと思います。ちょっとつまようじで木工用ボンドをつけておきます。差し込みます。はい、アザラシ。完成しました。